ばんは。時間は8時30分を回りました。金曜日だ乾杯、皆さんいかがお過ごしでしょうか。この番組は毎週金曜日8時30分から週替わりの素敵な乾杯相手とともにゆるく楽しい番組を提供していきますよ。今日のテーマは夏休みなので好きな映画はと、誰もが絶対にこの質問に正直に答えてくれるとしたらなんて聞きたいです。番組の感想エピソードなどもお待ちしておりますので、 FM 那覇メールアドレスかツイキャスインスタライブにてコメントをお願いいたします。この番組は那覇市松川にあるファスティングダイエットジムスタイリッシュ、浦添市前田にある渡嘉敷接骨院の提供でお送りしております。始まりました、金曜日だ乾杯イエイ。今日のメインパーソナリティは私マックです。イエイイエイでは皆さん、いつものあれいきますよ。グラスを片手に金曜日だ乾杯。ありがとうでは初めましてのリスナーさんもいらっしゃるかもしれませんので、簡単に自己紹介をさせていただきます。ではまず私から、国際結婚をして2児の母、アメリカでモデルをしていましたマックです。私がメインパーソナリティの会は海外での体験のことなどを交えてグローバルな楽しい時間を提供できたらいいなと思っております。では次、おまなさんお願いします。はい、笑顔は女の子の最大のお化粧、毎日笑顔、おまなです。イエイ。本日は生放送でマック人と2人でお送りしていきます。30分よろしくお願いします。はい、じゃあね、もうさ、いきなり行く？いきなり行く？いきなり行くし、なんか最近あった？なんか長谷川さんから美人が3人じゃない、1人減ってるということで、おゆきが今少しお休みいただいてますので、ね、はい、マック人と2人でお送りしてますので今後もよろしくお願いします。長谷川さん、ありがとうございます。じゃあマック人戻します。はいで、じゃあもういきなりテーマいくね。はいはい。夏休みなので、こう新作の映画とかもいっぱい出るじゃん、この時期さ。そうね。ね。で、まあまだコロナのこととかもあるから、こうお家でね、映画を見たりすることとかって結構ねあると思うんですよね。巣ごもりだからね、今はなるべく外に出ないで。あ、巣ごもり、巣ごもりって、私巣ごもりってなんかめっちゃ盛られてる何かがと思ってあの巣にこもるっていう意味で。あ、そうね、日本では巣ごもりって言われてますね。そうね、そうそうそう。だからこうみんなのこうおすすめの映画とかって何なのかなって思って、ちょっとこのテーマ持ってこようと思って。はい、そうそうそう。どうよ。あ、私、うん、あ、早速私、うん、私はね、インセプションっていう、あー、なんか見たことある気がする。はい、映画がすごく好きでして、夢の中の夢の中の夢って、夢が3層になってる話なんですけど、あれさ、なんかさ、見てからさ、ちょっと寝れなくなんない？うん、そうなんだよね。私エヴァンゲリオン、新世紀エヴァンゲリオンっていうアニメが好きなんですけど、あれも一回エンディング迎えた後に謎めいて謎めいて、こう自分でいろいろ本読みながら伏線解決すると同じで、インセプションも終わりが二択なんですよ。どう自分の見てる側で受け取るっていう終わり方をしているので、そうなんですよ。あれはでも何回も見てますね、未だに好きで。私あれね、面白いなと思ったけど、なんか若干怖いなと思った。うん、怖いよね。そう、なんか心理的にね、怖いよね。でもそういう、まあ、夢の中を操作するっていうお話のビジネスもあるストーリーなんだけど、面白いね。確かに面白い。あれね、20年構想してたんだって。マジで。作者っていうか、もともと本らしいんだけど、やっぱりあの話作るとやっぱ相当大変だったらしくて。確かに、なんかこの人薬やってそうだなって思った。ちょっと頭いかれてないと作れない話なんだよね、あれは。だよね、そうそうそう、ちょっと怖いもんね、あれ。そう、だから構想がやっぱり素晴らしくて、ちょっと架空的な妄想もあるけど現実味を帯びてる人間の心理作戦もあるので、そういうところがね面白いので、ぜひおすすめです。カメラはどちら
両方こっちもあるからね。マック人は？マック人もね、私のはさ、まあいいや、あとでもし時間があったらで、そうね、みんなから、そうそう、でなんかあのいろいろさもらったんですよね、あれをコメントですね、あれじゃなくて、皆さんコメントありがとうございます。はい、事前に今あのコメントしてくれてもね、よかったらお願いします。じゃあね、まずね、映画ね、こうみんながいいなって思うやつね、今江さん、今井さんね、ムーランルージュ、ムーランルージュ、これいいよね、はい、私学生の頃に見てすごい刺激的でしたね。すごいセクシーじゃん。セクシーです ね、はい、私もこれ華やかですごい好きだった。あれ3日みんな必ず女性って通るんじゃない、あの映画って見ないかな、おすすめだよって言って。あの30代とかの人じゃない、多分ミュージカルが好きな人は好きよね、ムーランルージュ1回通るんじゃないかな。あれさ、ミュージカル好きじゃなくても多分見んじゃない、見るかな。あのさ、主題歌も良かったよね、ニコール・キッドマンだっけ。え、ニコール・キッドマン出たっけ、出てるの誰だっけ、あの女の人。私さ、ムーランルージュの映画よりも、ごめん、正直ムーランルージュのオープニングテーマのピンクとか、あのリル・キムとかが歌が好きなの。そうそうそう、あ、まあ、あの昔の懐かしい曲から、そういうちょっとあのなんて言うんでしょうね、あ、なんかミュージカル的な音楽とか使われてるので、ニコール・キッドマンじゃなかったかな、確か。私も人の名前がなかなか覚えきれないんですけど、私もちゃんと見たんだけど、確かそうだったと思う、思う、そうそうそう、思う。で次ね、メグさん、メグさん、そう、メグさんはサニー、サニー、どっちのサニーですか、メグさん。あ、メグさんいるかな。篠原涼子さんが出てた、日本版ですか、あの、うん、ぜひ韓国版のサニーは面白いのでね、私これね全然わかんないから、え、何それって思った。ぜひあのサニー、サニーなんかね、何人だったかな、 3,4 人 ?5 人だっけ、うん、あの学生時代共にしてた青春時代の女子が集まるっていう。あー、それで言ってんだ、なんか昔を思い出すって言ってた。で、元々は韓国の映画なのかな、はいはいはい、それを多分ちょっと遅れて日本がカバーしてるんですけど、そうなんだ、うん、日本版見たことないんですけど、まあ、韓国のは面白かったのでそこもね、ちょっとミュージカル要素が入ってて歌歌うんですよ。へー、そうなんだね。そう、次行くよ、はい、午前0時さん、はい、午前0時さん午前0時さんね、はい、キャラクターっていう、はあ、こうやって全然見たことないんだけど、なんか世界の終わり の深瀬さんがサイコパス役をやるやつでね、はいはい、これは新作の話ですかね、多分ね、はい、新作で今上映されてます。そうそう、でなんか演技が超いいんだって。そう、深瀬さん、うんうん、あの目覚ましテレビとかでピックアップされてるんですけど、なんかすごい映画評論家みたいになってない、大丈夫、わかんない、ごめん、今日本のテレビ全然見てないか分かんない、歩いてるだけ、サイコパスなのでちょっと猫背系で歩いてるシーンがあるんですよ、駐車場。それだけで演技が上手って分かるぐらいの画伯があります。あ、そうなんだね。私も映画まだ見てないんですよ、ただの10秒15秒であの番宣ってあるじゃないですか、はい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 、でサイコパスなんですよ、もうちょっと頭いかれてるみたいな感じなんだけど、駐車場猫背で歩いてる、セリフも何も発しない、その数秒足らずのシーンで演技力がすごく伝わりますね、深瀬さんは。そうなんだ、すごいね、なんか歌もすごい上手なのに、うん、演技もできるなんてすごいね、もう才能でしょうね、多彩だね、うん、多彩かもしれない。なんかね、その深瀬さんの演技が良すぎて、なんかそのキャラクターに惹かれて、はいはい、もう小説まで読んだそうですよ。あ、なるほど、うん、すごいですね。あの深瀬さんのお父さんは、その深瀬さんのサイコパスのその何演技が怖すぎて、今まで家を施錠する方じゃなかったらしいんです。だけど家の鍵を閉めるようになったらしいです。マジでやばいね、すごいね、映画評論家並みにすごく。あ、本当っていうかさ、結構映画見てるね。はい、私なんか今日のテーマはすごく皆様の力になりそうですね。すごいね、じゃあこっからも多分いけんじゃん。急に知らないのだったらごめんね。本当いけるいけると思った。次ね、いくよ、さゆちゃんね。はい、さゆちゃん、さゆちゃんね、あのピクサーとかジブリ系はもう全部、はいはい、全部超好きみたいで。あ、そうなんですね。で最近あのもう好きすぎてジブリの解説の YouTubeとかで、はい、もう YouTube とかを見てるんだって。でなんかそのジブリの方々が、あのジブリの映画に出てくるものって本当に、例えば机の上に置かれてるものとかでも余計なものって一つもないんだって。全部伏線になってて、全部がつながるようになってるんだって。だからもうこれを見ると、そのジブリオタクはそのあーえすげーみたいな感じで、よりこうなんか楽しくなるんだって。たまらないんだろうね。あのジブリピクサーもそうなんですけど、あピクサーはだいたいそのピクサーの映画の中に次の
ピクサーの映画の主人公役であるだろうが隠れキャラクターで出てるらしいんですよ。そうなんだ。でこれはほらディズニー映画でもそうじゃないですか。有名なのが、アナと雪の女王ではラプンツェルが実はあの王国のお祝いの時開会式に来てたとか。え、そうなんですよ。実は伏線がディズニーもあるので、大人のオタクを楽しませたいっていう気持ちもすごくあるんだね。そうそうそう、その全部の話がやっぱ伝わってる、つながってるっていうのは多分ジブリもピクサーもディズニーも全部あるかなとは思いますね。それまた探すのが楽しいんだよね、みんな。みたいね。そう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 、なんかね、ジブリのはもう本当に全部好きなんだって。あー、でいいですね。ピクサーの中だと超おすすめなのがカール爺さん。あ、風船で飛ぶやつですかね。あ、それカール爺さんって言うんだ。カール爺さんです。あ、私日本語で見てないから放題が分かんなかった。あ、そっか。あとなんかレミーの美味しいレストラン。あー、それはね、あの見てないですね。私これね、もしも私が思ってるやつだったとしたら、なんかイタリアンっぽいさ、なんか男の子がさ、ネズミとかと一緒に料理する。そう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 、ネズミが出てくるやつだったかと思うね。うん、それなんだってさ。まだね、すごいいっぱいあるよ。ちょっと次ね、ジャンク先輩。あ、ジャンク先輩待ってました。ジャンク先輩はノッティンヒルの恋人と飛んで埼玉。これ私ね、ガクトの、あ、ガクトさんの、はい、今多分日本版、日本のネットフリックスでは最近上がってきた飛んで埼玉ですね。あ、そうなんだ。あゆみありがとう。ジャンク先輩、ね、そういえば今日あの生放送を聞きの皆様、実は私たちあのツイキャスと一緒にインスタライブも行ってますので、ちょっとコメントがねツイキャスだけのコメントじゃないところも同時で見てるので、ちょっとね話がたまに噛み合わない時もあるんですけど、ちょっとごめんね。そうそう、ありがとうございます。飛んで埼玉ってやつね。ガクト、そうなんだって。なんか千葉と埼玉のなんかこう背景みたいなのを知って見るとより楽しいんだって、うん、あ、そうこう勉強してから見るんだね。なんかビジュアルがすごい宝塚的な感じだったので。そうなんだ。そうなんですよ。この飛んで埼玉っていうのが出てくる時の、私なんかすごい面白い映画なのかなって勝手に思ってて、なんか日本の映画の中では結構面白いらしいですよ。日本の映画の中では。え、そうなんだ。なんだろう、その私も中見てないから分かんないんだけど。あ、そうなんだ。上映されてすごい爆発的な人気力で、これジャンク先輩が推してるからこれ多分面白いんで、面白いんでしょうね。次ね、あの野菜ボスさん。野菜ボスさんは初めて聞きますね。そう、野菜ボスさんはシンドラーのリストで、この後の、ね、コメントがこれえぐいからちょっと聞いてて。はいはい。 P はいらない。大丈夫大丈夫。大嫌いな人に会うと、お前はリストに絶対載せんって思うって、この映画を見てからね。は、私これさ1回ぐらいしか見たことないんだよね、多分すごい昔に。リストに載せないんだ。デスノート的だとリストに書いてあるって思う側なんだけど。そうそうそう。でも多分これを聞く限りシンドラーのリストって多分違うんだよね。載せなんか名前を変えてもらえると救われる的なやつみたいなこと言ってた気がした。そうなんだね、うん、ちょっとここで、ツイキャスからもコメントいただいてます、はい、リナママさんありがとうございます。私の最近見た映画は鬼滅の刃です。無限列車ですかね。中学生の娘は3回見に行きました。あ、そうなんだ。あ、煉獄さんのモノマネが今私と彼の中ではすごいハマってまして。煉獄さんって誰？あの美味しいご飯食べながら、うん、うまいっていうのを彼にずっとやってもらって。眉毛がすごい人。そう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 、上手なのよ。私ね、あの眉毛がすごい人が割と一番好きかも。あ、煉獄さん。うん、煉獄さん。でもね、あんまり言うとネタバレになっちゃうかもしれないけど。そうだね。そうそうそう。でも煉獄さんはね、すごくあれは何回見てもね、胸が痛くなるね。なんでホムラっていう歌だったのかっていう、あの題名というか映画の曲名、はいはいはい、がなんでそうホムラっていう、そのカタカナ、うん、炎って書いてホムラって読むんですけど、なんでそういう主題歌だったんだろうっていうのがやっぱ無限列車見ると分かるっていう。あ、そうなんだ。そう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 。じゃあ、あの眉毛がすごい人が結構要的な感じ。はい、結構大事なシーンです。はい。あ、そうなんだ。マックジまだ見てない。ごめん、私ね鬼滅ね2話ぐらいしか見てないんだわ。そっか。そう、あのこれ映画だから2話も、2話と映画じゃ全然違うもんね。私ね、あの一発目でね、あの炭治郎さんのねご家族が惨殺されたシーンでね、はいはいはい、ちょっと若干引いたんだよね。そうですね。しかもあの弟さんがさ、ちょっとなんかこうあの白目向いた感じでグエってなってるのとかちょっと、え、これあのどういうやつみたいな感じで、ちょっとそこでねちょっと挫折したんだよね私。あら、ジャンク先輩からコメント来てます。マクジン油性マジック。
あ、これジャンク先輩？違う？そう、これジャンク先輩だよ。ジャンク先輩、流星マジックでリストに書いてもらう。そうだね。さっきのあのリストの話ですね。野菜ボスに書いてもらおうね、一緒にね。うん、書いてもらおう。頑張ろう。頑張ろう。でね、まだあるんだわ。時間ある？これまだあるね。大丈夫ね。はい、今45分経過ですね。次ね、クレバのおめかけさんがね、あ、クレバさん、そう、クレバのおめかけだよ。おめかけなりたいね、はい、私もね。そうね、クレバのおめかけさんはこう女性が生き生きと、何のタイトルっていうか、うん、あのジャンルとして、はい、なんか女性が生き生きと生きていく中、うん、こう苦難を乗り越え成功する、こうシンデレラストーリー的な。あー、シンデレラストーリー大好き。そうそうそう、大好き。あと、プラダを着た悪魔とか、はい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 、ああいう女性がこう何活躍する、活躍して綺麗になっていく話は好きです。今シンデレラストーリー5まであるの知ってる？私全部見てんだけど。何シンデレラストーリー、シンデレラストーリーって本当に映画の名前であるんですよ。あ、そうなんだ。シンデレラストーリー1から始まって、てかさ、はい、割と本当に映画オタクだよね。映画、そうかもしれない。なんかこの話全部答えてるじゃん。ちゃんと答えられてる。わかんない、知らないとかなの。私そっちのジャンル得意なのかもしれない。ラジオでやりなよ。私どこまでついていけるかわかんないけど。いや、私もびっくりした。自分が今意外にこの話に乗っていけるのにびっくりしました。ね、なんかね、まだあるんだわ。リンリンさんね。リンリンさん、これあの結構王道が続くよ。はいはい、フォレストガンプ。あ、フォレストガンプね。一期一会、これちょっと微妙。フィールドオブドリームス、それも知らない。私もちょっとかな。ショーシャンクの空に。あ、これもこれこれね、パッケージがこうだよね。うん、で、あとなんかリガリーブロンド、もう知らない。あのさ、なんだっけ、リース・ウィザスプーンのさ、あのブロンドのさ、バービーちゃんみたいな格好してさ、あの弁護士になるやつ、ハーバードに入ってピッチピチのピンクの服のやつ。そう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 。あー、スーツみたいな、バービーちゃんみたいな、はいはい、あの見たことはないけど、あのネットフリックスでこうおすすめで出てくるぐらいでしか。これね、結構ね面白いかな。うん、それも女性が活躍していくやつなの。そうね、どっちかというと。うん、じゃあさっきの方が好きなタイプかな。そうだね。あとなんか50回目のファーストキス、ほう、これね、これ私結構好きなんだ。これアダムサンドラが出てるやつで、私アダムサンドラがめっちゃ好きなんね。50回目のファーストキス。そうそうそう、これね、あの私日本語で見てないから、あの普通の、あのなんていうの、最初か英語のタイトルだと50ファーストデートってやつ。うん、唇がおかしなことになりそうだね、50回も。そう、これね、その意味があるんだ。そうだよね、見ればわかるんだけど。ごめんなさいね、見てない人からの意見。あとグッドウィルハンティングとかクリックとかなんだってさ。へえ、そうそう、全然知らないのが私もまだまだあるから。あ、ありがとうございます。リナママさん、ローソンで煉獄さんが食べた弁当を予約。そんなのあるの、やばいね。はあ、ちなみに一つ1800円高です。何が入ってんの。わ、岡田、なんかその映画の中で煉獄さんが食べてた弁当をこう復元したんでしょうね。うん、まあでも好きだったら買いますよね。私もエヴァンゲリオン系だったら買いますもん。あ、リナママさん、ありがとうございます。ありがとうございます。次のね、テーマいくよ。はい、次2つ目のテーマ、ダダーン。誰もが絶対にこの質問にはもう正直にね答えてくれるとしたら、なんて聞きたいですか。これ結構考えさせられるんじゃない。私の友達もエロいのしか出なかったって言って。そうそうそう、エロいの逆に聞きたいよね。逆にそう、逆にエロいの聞きたいって言ったけど、なんか恥ずかしくてね、うん、そこ答えてくれなかったわ。シャイガールなのね。ね、そうそう、なんかね、いろいろね答えてくれた。一番最初ね、すごいあの可愛いのいくよ。可愛いのから行こうか。可愛いのいくよ。新婚浜さん、新婚浜さん、新婚浜さんいくよ。あの旦那さんからこう日々いつもこう愛してるよって言われるらしいんですよ、ね、あ、いいことですね。そうそうそう、で言われるけど本当かよみたいな、本当なのかよ、口だけじゃねえのかよみたいな感じで、うん、その愛してるよっていう言葉以外の言葉でなんか愛を伝えてほしいんだって。だからどういう質問なのか形態なのか分かんないけど、そのラブラブな、あ、そうなんだ。ジャンク先輩ね、トイストーリー3のクライマックスで号泣って。私多分これ見たけど、え、どんな内容だ。あのクマ、悪いクマが出てくるやつかな。トイストーリーね、意外に見てないんだよね私。あ、うち子供がその時期ちっちゃかったから見たな。クマのやつじゃない、違うっけ。そうだよね、クマのやつだよね多分ね。そうそうそう。ほんであとね、あるのが
今井さんね、今井さんさっきもコメントいただいた、そう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 、今井さんね、なんか未来の分かる預言者にキャリーオーバー中のロト6とかの当選番号聞きたい。これはみんなの夢だよね。それはみんなの夢だよ ね、 だよね。これちなみにメグさんも同じこと言ってるから、うん、そっか、もうちょっとこうなんかこうそっちの夢じゃない夢が欲しかったなんだろう、ある意味現実的だから。そう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 。次、恋するうさぎさんね。恋するうさぎさんっていうペンネームが可愛い。可愛いね。可愛い。そうだね。あなたにとって何が一番大切って聞きたい。可愛いね、これ。このペンネームに、あ、ペンネームっていうかラジオネームにぴったりじゃないこれ。すごいね。うん。お、くまさんからコメント来てます。あ、どうぞ。くまさん。あ、くまさんから。はい。くまさん。最近、フレンチアルプスで起きたことという映画を見ました。フレンチアルプスの高級ホテルに旅行に行ったラブラブ家族、突然起こった雪崩に夫は妻と子供たちよりも自分の身を守ることを優先してしまうそんなのあるんだみんな無事だったけど、それきっかけで夫婦の中がどんどん気まずくなっていくでしょうね。そりゃなるわ。でも、うん、僕は夫を支持しますマジか、まあね、熊さん、まあ、そっち系ですね。その瞬間は分かんないよね。分かんないね。その瞬間分かんない。あ、ユミラブプーさん。ありがとうございます。そういうね、感じよね。分かるわ。分かんない。これね、あの、もう一個もらったんだわ。クレバのおめかけさんからね。はい、おめかけさんね。そう。あの、美白とか美容についてこう綺麗な人に、うん、え、何してるのとか何使ってるのって聞きたいって。これさ、私すごいわかるって思って。でも絶対そういうのさ、みんななんかそう、え、全然何もしてないよとか言うじゃん。そうそうそう、本当は教えないでしょ。本当はさ、すっごい時間かけてるよとか。いや、っていうか本当は整形してたりする可能性があるじゃん。うん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 、あと注射とか打ちまくったりとか、金かけまくっても何百万とか下手したら1000万ぐらいかかってる可能性もある。ただ毎日化粧水多めに塗ってとか。全然私なんかとか言ってぶっ飛ばしたくなるよね、マジで。だからこれさ、私これすっげえわかる。わかる。でもそれはいいとこついてるなと思った。これ私すごい聞きたいと思ったね。あ、ありがとうございます。なんかね、本当にね、これは私はすごい聞きたいね。でも私もそれは聞きたいかも。だよね。どうせ嘘みたいな、当たり障りないことしか言わないっしょみたいな。でしょでしょ、うんうん、で特にね、なんか見た目的に、あ、こいつ怪しいな、こいつ絶対いじってそうだなっていう人にめっちゃ聞きたいもうこれ性格、本当の性格で一応わかるよ、もうそれはわかる。じゃあ私さ、なんかさ、その自分でさ、私ここ直したんだよねとか言ってくる人全然大丈夫だ、うんうんうん、あ、そうなんだ、可愛いじゃんとかだけど、みんながさ、すごい可愛いよねとか言ってるのに、いや全然私なんかとか言ってるやつとか見ると喋り方にもう悪意がある。本当にぶっ飛ばしたくなる。でもいるよね、いや本当何もしてない、いや本当っていうやつほどめちゃくちゃなんかやってる。そうそうそう。でもさ、絶対子供の時の写真とか見せてくれないじゃんそういう人でも絶対違うじゃん。あとさ、なんか学生時代の友達とかとさ、全然付き合いなかったりするんだよ、そういう人とかって。だからもう過去を出したくないからでしょ。だから絶対怪しいこいつと思ってだって本物の人はさ、全然さ、学生時代の友達とかと付き合いあんじゃん普通に。でもそれがなくなってるから、こいつ怪しいなと思うね。ツイキャスさん、はい、ツイキャスさんって言っちゃったね、ボタンダウンさん、多分今の話で受けるって言ってるね。で、あの、マルクリさんから、仕事柄 100% 当たる週間天気予報を知りたいって。もしその聞けるんだったら。だって今さ、何だったっけ、アキュウェザーとかあんじゃん、うんうん、本当にさ、分刻みとかで見れるやつ。でもあれもさ、正直微妙だもんね。 100% ではないよね。そうだよね。そう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 、だからそうだね、それも結構聞きたい、ね、みんな結構しっかりとした内容だね。多分私たちのなんてすごい、ね、私とかがマック人とか考えたやつ、多分相当緩いし適当だったかもしれない。私ね、なんかね、自分の一番自信があるところはって聞きたい。あ、私の好きなとこはって聞きたかった。あ、なんかちょっと似てるかもしれない。自分、私の好きなところはってこと。あなた、私はなんかその相手に、あなたの自分が自分で一番自信があるところはどこって聞く。逆に聞く側だ。そうそうそう。なんかさ、日本の人ってさ、めっちゃ謙遜すんじゃん、うん、でなんか、いや私なんかとか言ってさ、実は料理バカうまかったりとかすんじゃん。まあね。だからそういうのを教えてほしい、事前に。そしたら適材適所できるじゃん、こっちからさあとなんかさ、本当はなんか私こういうところに自信があるんだとか思ってても、褒めてあげれないじゃん、知らないとさ、うんうんうん、だからそれ事前にこう先に知りたいよね、情報をね。そうそうそう。そしたらすごいこう褒めてあげれるじゃん、いいところでピンポイントでそれお願いできたりするのでね。そうそうそう。私それ知りたいな。すごいね、もうあっという間の30分か。やっぱ生放送っていいね。早い。
うん、今日はツイキャスとインスタライブ同時進行だったけど、次は何キャスもこうフェイスブックライブも入れてみようかな。やってみようね、いろいろね。じゃあマックにそろそろ締めいきましょうか、うん、はい、いきます。ではそろそろ今週もお時間になりました。この番組のオープニングとエンディング曲はアーティスト名ようわからんさんの提供でお送りしております。では来週も皆さんお楽しみに。それでは皆さん、まだまだ夜は長いですので、引き続き素敵な夜をお過ごしください。今週の乾杯相手は私マックでした。 Thank you for joining us and have a wonderful weekend. Bye bye.バイバイ。ドリームとか語るやつ置いてかれてるようで嫌気がさす。立ち上がる暇も